より生放送されております。今回で53回目の放送、なんと今年最後の放送の回になります。毎回さまざまなジャンルのゲストをお招きし、女の子の本音を語り合うトークバラエティ番組です。本日の MC はもちろん私、ソラルルです。よろしくお願いします。はい、ということで今回もうわ眩しい色鮮やかな方々が来てくれてるのに自己紹介をしてもらいましょう。どうぞ。はい、マーメイドルのシオンです。よろしくお願いします。イエーイ。お願いします。アミナです。よろしくお願いします。イエーイ。はい、ノンです。よろしくお願いします。イエーイ。はい、ニャンナの玉一鶴です。よろしくお願いします。イエーイ。はい、ホマレアウです。よろしくお願いします。イエーイ。はい、ユナです。よろしくお願いします。イエーイ。姫野彩香です。よろしくお願いします。イエーイ。花子とリップのあやめです。よろしくお願いします。イエーイ。花子とリップのゆりです。よろしくお願いします。イエーイ。サンタ来てこなかったのを後悔してます、佐伯若菜です。よろしくお願いします。はい、ということで以上の総勢皆さんでお送りします。そうですね、さっき若菜さんも言った通りサンタ率が高めでございますよ。そうなんですよ。いや、これは来なければと、本当にサンタ何人いる。はい、はい、1、2、3、4、5。あれ、あおちゃん何してる。あ、これツリーですね。あ、ツリー、かわいい。かわいい。あおちゃんだけツリー。ゴミの木って言ってた。じゃあトナカイ誰か。あれ、トナカイ。あ、でも動物じゃないですか。あ、じゃあ、じゃあ、あの、あ、馬じゃないよ。顔は馬だけど、馬じゃないよ。そうですね、サンタが、あ、サンタがこんなにいたらね、プレゼントがたくさん来ますよ。逆にね、やっぱりね、トリックアトリートみたいな。あれ違う。違う。それは違うよ。違いか。それはあれハロウィンですね。そうですね。ハロウィンでプレゼント山分けできる。確かに3人で。あ、でいいよ。前にもユナさんがいるんだ。4人で山分け。やった。ちゃんと着れないと思ったら今日着ればよかったですよ。ねえ、ほんと言ってた。いや、さっき本当に散々言ったけど、みんな言っといてほしかった。あ、いやいや。ということで、CM の後はガールズトークでーす。そらるのガールズトークでーす。シャということで、早速醍醐味のガールズトークコーナーに参りましょう。ということで、今日はですね、クリスマスが近いということで、一番心に残っているクリスマスソングは何でしょうか。題して、あなたにとって一番好きなクリスマスソングは何。はい、ということで、皆さんの近くに、あれなんなんや、皆さんの近くに、あ、近くじゃなくて足元にそのボードがあると思うので、皆さん一斉にあなたが思うクリスマスソングを考えて書いてみてください。シンキングタイム、どうぞ。はい、ジングルベール、ジングルベール、スッツカーなるとクリマスや。結局いい声歌ってる。あ、早め早めね、だんだん。クリスマスソングって何があるんだ。ブー、クリスマスでが、クリスマスで浮かぶものがあれしかない。あ、はい、タイトル忘れちゃった。よいしょ。ということで、皆さん書けましたか。じゃあ書けた人から、じゃあ、はい、じゃあ、あうちゃんどうぞ。はい、どうも、スノーハレーションミューズ。あー、あ、暑いね。ラブライブ。ラブライブも、うん、厳密にはクリスマスじゃないかもしれないんですけど、冬の曲。確かに、かわいいか。確かにスノーハレーションはね、うん、冬といったら代表のラブライブ曲ですからね。 PV のあの衣装がかわいい。かわいい、白い服ふわふわ着ててかわいい。ねえ、あの時のニコニが最高にかわいいんですよ。あ、ニコニ推しですか。あ、ニコニです。誰ですか。マキちゃん。あー、え、意外意外。あんまりニコニとか好きな、なんか、え、ニコニ可愛いですよ。ニコニ可愛いか。みんな可愛いけど、マキちゃんがやっぱ好きかな。ちょっとツンみたいな。うん、ちょっとツンみたいな。はい、ということで次。はい、はい、じゃあ、若菜さん。あ、はい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 、キャラ似てるけど、キャラ。いい、じゃあ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 、いいですか。ごめんなさい。じゃあいいですか。好きすぎて名前呼んじゃった。どうぞ。いいですか。はい、立っていいですか。はい、どうぞ。いつまでも手を繋いで
うまいちょっと似てるんだよな。あのー、しらけたんで却下、今のはい、次。はい、はい、はい、じゃあ、ジグルちゃん。はい、ジングルベルロック、え、みんなわかるかな。あ、じゃんじゃじゃんじゃんじゃ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 んじゃんってやつ。あの、結構ダークですね。え、あれあれ、ホームアローンで出てくる曲。ああ、あの、ケビンがお家に置いてかれる映画で、あー、ホームアローンがめっちゃ好きで、そう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 、そういうことです。そういう曲名なんですね。そう、おしゃれジングルベルみたいな。おしゃれジングルベル、エモいですね。そう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 、強盗が落ちていく。そう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 、強盗エッグいやり方で撃退するやつ。新しいのやりますよね。新しいのやりますよね。そうそうそう、そうですよね。今後ね、はい、今後ということで、今度今度今度はい、次。はい、じゃあマーメイドルさん。はい、マーメイドルの二人はマーメイドルのクリスマスソングでーす。ちょっといやらしいよ。ちょっといやらしいよ。ありがとうございます。いやらしいな。ちょっといやらしい。マーメイドルクリスマスソング絶賛発売中でーす。告知を、じゃあ皆さん、あの、買って帰ってくださいね、物販で。お願いします。物販でよろしくお願いします。どんな歌なんですか、ちなみに。マーメイドルの歌って結構ポン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 って感じなんですけど、はい、これはちょっと歌のお姉さんっぽい、おちょっと子供受けしそうな可愛い曲なのでね、皆さんぜひ聴いてほしいです。じゃあ皆さん、あの、あ、子供に買ってってくださいね。あ、産みましょうか。産めませんね、女じゃないからね。目が合わなくなりましたね。あ、じゃあ目合わせてくださいね。はい、次。はい、はい、じゃあさなえさんお願いします。はい、クリスマスイブです。これどっちですかね、皆さん。なんか2曲有名なのあるじゃないですか。どっちですか。あ、歌、ちょっとどんなんですか。あ、分かる人。あ、じゃあ、どっちどっちどっち。え、待って、急に振られた。今日急に振られる回多くない。なんかクリスマスイブって私は、リョン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 、クリスマスですか。サナエが持ってる2曲のうちの2曲じゃなかった。じゃあ、若林さんもね、ちょっと年が上の人の話を聞いててもあれなので、若林さんもね、ありがとう。若林の方に聞いてました。じゃあ、ゆりちゃんとあやめちゃん、何書きましたか。高校生ですよ、現役の。高校生、高校生、やばい、高校生のクリスマスですよ。お願いいたします。高校1年生16歳です。もう一回、ちょっと私がかぶせちゃった。もう一回お願いします。高校1年生16歳です。かわいい、かわいい、やめてやめて、若さが羨ましい。隣やめて。じゃあクリスマスソング、私の好きなクリスマスソングはクリスマスザファイナルという曲です。おお、皆さん知らないですか。すごい、知ってる人いらっしゃいますか。知らない。歌いますか。どういう曲ですか。私のクリスマスはあんま楽しくなさそうな。私の映画の前でみたいな感じ。確かに確かに、しまったよっていう。え、それ実在します。あ、私が作った曲です。あー、すごい。やばい、またやらしく納得しました。わかりました。皆さん買ってください。あ、売ってますか。売ってますか。2年後に売ります。ありがとうございます。皆さん買いましょうね。あやめちゃんは、はい、あやめちゃんは何を買えたかな。私はあのワムさんのラストクリスマスです。あー、若いね。若いですか。わかんない、私この曲。え、めっちゃ昔の曲ですよ。めっちゃ昔の曲です。え、どんな歌だっけ。どんな歌だった。どんな歌だった。ちょっと歌ってください。 Last Christmas I gave my heartBut the very next day って歌った。あ、英語が歌える。すごい。英語の授業で歌ったんです。ありがとうございます。すごい綺麗。ありがとうございます。若い子も渋い曲が好きなんだなって感じ。渋いです。ちょっと今日のゲスト、ユラさんに、シンガーソングライターのユラさんに聞いてみたいと思います。はい、何が好きなソングですか。私はこれです。 All I want for Christmas is、 あのマライア・キャリーの。あ、綺麗なの。それにしようと思いました。あれいいですよね。どんな歌でしたっけ。ちょっと歌ってましたよ、さっき自分で。あ、今若田さん。はい、あれです。あー、あ、でもあれのマライアだけじゃなくてジャスティン・ビーバーとコラボしてるやつがあって。へぇ、それが私ジャスティン大好きなので。へぇ、それですね。知識がやっぱりシンガーソングライター。毎年新曲が素晴らしい。すごい。じゃあ歌えるんですか。私この後の会場限定ライブで歌う予定で、ちょっと不安で。めちゃくちゃ良かった。一緒に歌いません。ちょっとバレないかなと思って。間違ったわ。そっちの方が緊張します。ドキドキ、この題名歌う時ドキ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 して。
あー、じゃあ歌えない。ジャスティンビーバー役も。ジャスティンビーバー役もできないですよ。はい、はい。じゃあ隣のちょっとセクシーなサンタに聞いてみましょうか。いや、姫のはあれですね、もう全然多分知らないと思う、みんな。あのゲーマーなんで、あのこういう永遠のエンコードっていう、あ、でも分かる人、分かりますか、分かりますか、分かりますか、なるほどね。あのファンタシースターオンライン2っていうゲームをやってるんですけど、それのなんかあの時間がこう割り振られてて、なんか何時とかでライブがあるんですよ、ゲーム内で。それのなんかキャラクターがこうクリスマスコスで踊ってるから可愛いな。ちなみにどんな歌ですか。え、いやー、待って恥ずかしい歌なの。急にえ、それ歌、それはあの PS4 を買って、うん、ファンタジスターをダウンロードして回し物をください。はい、そして一緒にやってください、姫野と一緒に。イエーイ、お願いします。はい、クリスマスソングまだノンさん、ノンさん言ってないじゃないですか。バチ言っててください。いや、さ、なんか冬の曲なのかもわからないんですけど、サブリナ、曲名もなんか合ってるのかわかんないんですけど、サブリナは誰の曲でしたっけ。誰の曲ですか。家入りレオちゃん。あ、多分そうです。じゃあちゃっちゃで分かったの。歌えないんですか。なんかまあうろ覚えなんですけど、なんかよくスノボーに行ってた年があって、その時によく流れてたんで、これがなんか冬の曲だなって思いました。じゃあ、 あれですね、みんな冬のクリスマスソングって言いながらもやっぱ冬の曲が出てきますね。おお、やっぱ女の子は冬の曲聴いてなんかみたいな。そんなことない。そんなことない。私もいいです。おお、聞きたい。いいです。私バックナンバーさんのクリスマスソング。あめっちゃいい。男の人からの愛ということで CM の後。次のコーナー、ゆらさんのミニライブでーす。イエイ、そらるるのガールトークでありがとうございます。はい、ということでここからはゆらさんにちょっと質問の方をねしていきたいと思います。はい、ということでゆらさんはですねクォーターなんですよね。あ、そうなんです。クォーター、どことどこのクォーターですか。日本とインドネシアです。インドネシアが4分の1です。でも日本語に加えて英語も使いこなせると。はい。え、ということはちょっと私と今会話してもいいって感じですか。あ、いいですよ。え、いい、私喋って代わりにみんなの。あ、how are you? うん、good。 え、あー、this 押し上げ、lovely。 Yes, this is my first time to come to 押し上げ、so。 あー、AK 3級なんですよ。あ、本当ですか。何級ですか。私2級です。あ、すいません、ありがとうございました。え、でも1個しか違わないじゃないですか。もでも1個の差結構あるからね。はい、ということで出身がね名古屋、あ、名古屋じゃない、長野なんですよ。間違ってた、長野。すごい、私でもなんか東京育ち感がすごい。あ、本当ですか。するんですけど、私全然山で遊んでました。あ、はい、木登りとかしてましたよ、小学生。本当ですか。え、名古屋、あ、また名古屋って言っちゃった。名古屋どんだけ好きなんだよ、このご飯ね。長野も愛してください。長野大好きですよ。長野行ったことあるんですよ。あ、本当ですか。あの、駅前、あの、ライブしに行ったんですよ、一回。そう、それで、はい、イオンモールで、サン宝石行きました。あー、わかりますかね。わかります、わかります。アゲインですね。え、わかんないですけど。え、イオンは最近できた。 あ、そうなんですか。違うかな、あっちのイオンかな。昔のイオンですかね。わかんない。じゃあ、長野は美味しい食べ物とかあります？ありますよ、そばとおやきと。なんかでも皆さんに一番食べてほしいのはそばがき。そばがき、そばがきってどんなのなんですか。は、そば粉をお湯で練るんです。麺にしないで。え、粘土みたいな。あ、めっちゃ、すごいネチネチのもちもちの物体が出来上がるんですよ。明太子チーズみたいな。ちょっと違うかな。あ、ちょっと違うけど。ちょっと違うかな。あ、でも美味しいです、美味しいです。めんつゆで食べるんですけど。あ、そうなんですね。すごい美味しい。じゃあ今年越しそばにちょうどいいってことですか。そうです、そうです。もう絶対長野帰ってそば食べます。じゃあ皆さん、貢献ということでね、みんな一回長野に行って年越しそば買ってから年を越してくださいね。お願いします。ぜひお願いします、はい、ですね。しかもゆなさんはですねファーストミニアルバムを発売中ということで。そうです、9月末に発売しまして、絶賛
販売中ですので、ぜひ皆さん今日は1枚買って帰ってください。お願いします。お願いします。それ全部作詞作曲は自分で。はい。え、どんな時にその浮かぶんですか、歌詞が。なんかでも一番多いのは人のライブ聴いてる時が多いです。ああ、え、どういうものをテーマにした曲が多いんですか。恋愛系が多いですね。もっぱらダメだ、これ恋愛のね、あれ真っ平平になっちゃうからね。なんだ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 、だいたいそうですよ、シンガーソングライターさんの歌。違う。あ、こういう恋愛してたこの人大変だなーなんて、ダメ男に騙されてるよみたいな、ね、なりがちダメです、そんなことないですよ。あ、そんなことない、はい、ということで、じゃあこの後そのなりがちなダメ男にの曲は聴かせていただける感じでしょうか。ダメ男じゃない、今日はちゃんと幸せな曲にしました。よかった年内ラストですからね、しかも今回初登場なんでね、はい、もうバッチリ。皆さん今までね、やっぱシンガーソングライターさんとか来たことありますか。ないですかね。ないですよね。じゃあ皆さ ん多分ないですね。ということで皆さん心をね、優雅に安らかに聴けると思いますので、ちょっと年末最後染みて涙流して聴いてってください。ということでゆなさん、ミニライブの方よろしくお願いします、はい、ちょっと私はお邪魔なので次回ささっと帰りますね。ありがとうございます。はい、改めましてこんにちは。こんにちは、ありがとうございます。ゆなと申します。今日は歌わせていただくんですが、今日はですね、涙を流してと言われましたが、結構幸せな曲にしましたのではい、ハッピーに聴いてもらえたらなと思います。それでは聴いてください、大人の恋の歌。拝啓大人の君へ、今日はどんな一日を過ごすのでしょうか。私の心は君の手の中にあるけれど、私の手は君に届かないよ。知ってるくせに私の気持ち、私の手は君に届かないよ。
持ち。ございます。すごいですね。あのやっぱ弾きながら頭飛んでかないですか、あの歌手。飛んでかないですよ。飛んでかないんですか。すごい歌手もめっちゃメッセージ性があって、どうでしたか。よかったですか。あ、よかった。CD 買ってください。お願いします。買ってくれるそうです。ありがとうございます。どうでしたか。ありがとうございます。ありがとうございます。どうでしたか。ぜひ2枚目で買ってくれそうです。皆さんも買ってくださいね。よろしくお願いします、ね。はい、すごい。でもこの他にも何曲ぐらいあるんですか。今は6曲7曲ぐらいですね。あ、6曲7曲、はい、じゃあまだ聴けてないということは、今後のライブで皆さんここ以外にも聴きに行ってくれたら、はい、たくさん曲が聴けるということなので、はい、皆さん聴きに行ってくれるかな。はい、いいと思う。いいと思うだね。はい、ということでゆなさんがこの後告知に参りますので、ちょっとね、はい、その前にゆなさんはもともと高校生までは舞台を中心で活動されていたんですよね。はい、そうです。8年ぐらい演劇をやってました。すごい、なんかいろんな面の顔があるってかっこいいですね。どうなんですかね、なんかまとまりがないんで。いや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 、じゃあちょっとこの後このお話もね掘り下げて聞けたらなと思いますので、ちょっとお待ちくださいということで、この後はゆなさんの告知になります。待ってね。これやりましょうよ。いやちょっとギターちょっとギター結構ね。ソラルのガールズトークでショー。はい、引き続きゆらさんにちょっと聞いてみたいと思います。ということで、舞台を中心に活動されていたんですけど、音楽にシフトを変化したきっかけって何なんですか。高校生の時にハイスクールシンガー .jp っていう企画があって、プロの方にこう作っていただいた曲を楽曲提供してもらえて、それを配信してもらえるっていう企画があったんですよ。そう、で今もそれ配信されてるんですけど、そこからなんか音楽はずっとやってたんですけど、あ、ちょっと音楽にしようかなと思って、楽しいなと思って。演劇は何年ぐらい。演劇は8年やってました。やめちゃったんですか。やめちゃいました。8年やってたのに。もったいない。苦手なんですよね、お芝居。8年続けて言うのもあれですけど。お芝居やってる子結構多いんでね、みんなお芝居やってる人振らないで。あですよね。はい、お芝居みんなやってるんで、ね、でも大先輩ですよ、8年とかやったら。8年結構すごいですね。大先輩。ギターを始めたのは何年は、ほんと去年の12月ぐらいです。弾き始めて約1年。はい、すごいね。1年でみんな、さっきその話してたのみたいなね。それ CM 前に話し、CM 中に話しちゃったんですよ。でも大事なことなんでオンエアで言いました。はい、ということでじゃあゆなさん、告知の方をちょっとしていただいてもよろしいですか。あれ持ってくの忘れた。あ、持ってくの忘れちゃった。あ、ございました。あ、ありがとうございます。すごい、ビッチギターさんが届けてくれた。がっつり告知してください。はい、よろしくお願いします。ちょっとライブはいっぱいあるんですけど、ピックアップで今日は3つご紹介させていただきます。まず明日ですね、これ本当に大事なんでぜひ皆さん来てください。あげみフェスっていう企画ライブがあります。赤羽です。4時半から8時半までやってますので、はい、よかったら遊びに来てください。この日の特徴はバブルガム食べ放題です。バブルガム、バブルガム。なんか微妙みたいな。そう、言わない言わない、そういうこと言わない。ダメダメ。はい、そして次が1月13日ですね、日曜日、代官山のバンドっていうアコースティックのライブハウスでアコースティックライブやります。めっちゃいい日なんでよかったぜひ。あとは2月14日バレンタインに、はい、ライブがあります。ぜひぜひ来てください。よろしくお願いします。はい、じゃあ皆さん、皆さんのことをよろしくお願いしますね。ファーストアルバムもね、この後一般で購入してください。お願いします。はい、ということで CM の後はですね、感触のひなさんとにゃんならさんが登場しますので、皆さん少々お待ちを、ともうちょっと時間があるから、もっとガッツリの前をどうぞ見ておいてください。はい、じゃあ皆さん、ゆらさんのことよろしくお願いします。この後 CM でーす。ソラルのガールズトークでショー。はい、ということでにゃんならさんの玉井千鶴ちゃんと感触の皆さんの誉れあうちゃんに登場していただきました。はい、よろしくお願いします。お願いします。ということで、あうちゃん、どうした。ちょっと今の着替えてきました。すごい、これは
新章です。すごい。ちょっとありがとうございます。すごい。新章デザインは？あ、デザインは自分でしました。ホマレアを。すごい。ちょっとよく見ると、あ、もボードを持ってた。ボードを持ってあげるんで、くるっとクリリンパして一周ゆっくりね。後ろもすごい。後ろめっちゃ羽生えてる羽根。素敵。羽生えてる。すごい。すごい。しかもこの上のなんかあのジョウロみたいな。ジョウロ。ジョウロ。カレーホースみたいな。そう。これあの つけてもらいました。すごい、ね、結構気に入ってて初めて今日人前で来たんで、ちょっと大丈夫かなとか内心思いつつ出てきた。すごい、中がキラキラね、みんな可愛いよね、うん、めっちゃ似合う。え、これからライブは毎回その衣装で、なんかこれを着ていこうと思ってます。来年はもう、あ、2019年新規一転して、はい、なんかライブでのお披露目っていうのが一応この12月27日木曜日の渋谷グラッドという予定なので、うん、ライブで見れるのこの日なので、ぜひ来てください。お願いします。お願いします。はい、千鶴さんは最近なんか変わったことあります？はいはい、変わったこと？そう、変わったこと。あ、新曲作りました。結構久しぶりに。そう、 ありがとうございます。ありがとうございます。いつリリース予定なんですか？とりあえずレコーディングが1月の頭で、まあその辺にリリース頑張れって感じなんですけど。そうなんですね。そう、結構あの元気いっぱいなロックンロールって感じ。楽しみです。肩にかけてるタオルは、あ、そう、あのタオルをぶん回す曲なんで、なんかじゃあこの後のコーナーで揚げぽよな、揚げぽよな感じで。え、でも実はあれですよね、あの最近なんか、うん、よー、ゆーみたいな場所ですごい面白い、某王って動画サイト、そうそう、テスラとかね、あ、なんかおっぱいを科学するっていう番組に出てきて、あと放送スクールはエロいっていうタイトルの、え、放送大丈夫ですか？バンされないかな、バン。バンされないかな。じゃあちょっとこの後CM の後ミニライブです。お楽しみに。お願いします。ソラルのガズオクでシャーン。すごい。ありがとうございます。あれ、かわいいの持ってんね。あ、このフライヤーですか？すごいかわいい。なにこれ？これはですね、このガールズトークディションにも出てくれたことのある須田まさみ先生がデザインしたフライヤーなんですけど、これ舞台のあのフライヤーですね。自分が出演するわけではないんですけど、斉藤圭太さんとか、あとこちらに同じく出演してくれたことのある奥野雄介さんとか、ゆうゆちゃんとか井上あずみさんとか出演されるので、あの、ぜひ見に行ってみてください。中野田ポケットだそうです。はい、はい、ということで感謝のひなさんのほんまれあうちゃんに早速ミニライブの方をお願いしたいと思います。じゃあちょっと、はい、ここでだけもらっていっちゃいましょう。ということで皆さん楽しんでてください。どうぞ。お願いします。それでは皆さん聞いてください。シーズン2フェード。共にいたくてくれた繰り返りまとわりつくのです。歪めないでと僕を打つのです。何のことかわからないけれどあなた無視するでしょう。小さい頃の僕のままだったら守ってくれていたはず。小さな僕のままでいられたら守られていたのに。書き留めてみます。
ございます。ありがとうございます。あおちゃんありがとうございました。ということで続きましてにゃななさんのちづるちゃんにライブをお願いしたいと思います。どうぞ。はい、それでは先ほど言ってた新曲を聴きください。リマーカブル。限られた人生たくさん笑おうよ、最高な君とたくさん最高の時間を。わっ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 あーさーいけど、何もなかった僕は何もかもから目を背けた、見ないふりをしてた。僕もあの光が欲しい、弱虫な僕は願えず、ただ怯えてただけの。ああ君が笑うそれだけで、握りしめた僕の宝物、君がくれたこの勇気が今僕の ね、息切れするんですよ。やったやった。なんで最近筋トレを始めました。お、ありがとうございます。合ってますかね。合ってます。はい。はい、こちらですね。12月25日クリスマスのご予定がまだない方はぜひ、ジクロ東京に、あ、ジルコ、ジルコ東京、ジクロ、ジルコ、ジルコ、ジルコ東京に、遊びに来てください。ライブします。お願いします。はい。じゃちょっとあおちゃん、あおちゃんも告知しようよ。あおちゃんもちょっと告知しようよ。はい、どうぞ。ありがとうございます。はい、告知します。さっき27日木曜日の渋谷グラッドでこの新衣装でのライブをお披露目って言ったんですけど、今日はまだお披露目じゃないね、この日がお披露目なので。かわいいな、かわいい。で、29日に名古屋遠征します。今年最後のライブ、29日オーストイズで29日ライブ、昼夜、昼夜出ます。ぜひ名古屋の方も会いに来てください。はい、来年も1月6日に池袋ルイード K3、 13日日曜日に池袋シアターイエス、あと1月23日水曜日にここに出演している人たくさん出ると思うんですけど、渋谷グラッドというところでスタクラ祭りがあるので、こちらもライブします。はい、じゃあ皆さん会いに行ってください。
とうございます。ありがとうございます。はい、そられるのガールズトークでーしょー。今年を振り返ってということで、もう本当に何を言おうが何を言わなかろうが今年最後の放送になりますので爪痕だんだん残して帰っていきましょう、ということで今年を振り返って皆さんからね、言葉をいただきたいと思いますので、さなえさんいらっしゃらないか大丈夫ですか。はい、じゃあということでのんさん、じゃあ今年1年振り返ってどうでしたか。ですね、今年1年を振り返って、アイドルをやってたんですけどアイドルも終わって、で初めての海外遠征もして、でバンドも始まっていろいろなんか変わった1年でした。どうですか、楽しかったこととか。楽しかったのはやっぱりアメリカ遠征がすごい楽しかったです。すごいですね、アメリカまで行って、はい、1週間、解散後に1週間、その時にやってたショールームちょっと見てました。あー、酔っ払ってやってたやつか見てた見てた、楽しそうだなって思った。めっちゃ楽しかったです、1週間そうですね来年も楽しんでください。はい、ありがとうございます、はい、続きまして姫野さん。はい、どんな1年でしたか。はい、姫野は実は1年前ぐらいにこの仕事を始めたんですよ。なので全然と皆さんと違って全然一般ピーポーなんですけど。いやいやいや、じゃあもう本当に嬉しい。そう、やっと1年経ったぐらいなんですよ。はい、すごかった。そうなの、だけどなんか最初はね、すごいね、姫はすごい暗かったんですよ。暗くて、そうやっけ暗くてね、そうね、暗だったんですけど、なんかこうやって表に出たりとか皆さん話したりとか、あうちゃんとかもさらるちゃんとかみんなと話せて、なんだろう、自分も明るくなって、こうなんか仕事が楽しくなったし、なんだろうな、やっぱなんだろうな全然仕事とかあんまやってないんですけど、やっぱなんだろう、撮影会とかこのワロップでガールズトークラーショーに出させていただいて、それをなんかこう継続することによってこうみんなと仲良くなれたし、うん、なんか悲しくなってきちゃったすごいな、はい、だからもうみんなありがとうな年でした。こちらこそ、はい、ありがとうございます。続きましてじゃあゆなさん、どんな1年になりましたか。はい、私も3月に専門学校卒業してちゃんとシンガーソングライターとして活動し始めた年だったので、そうですね、今年はもう傷つき、みんなすごいな。まあでもなんかこうそれを乗り越えつつの1年だったので、すごいなんか楽しかったです。おー、総じて、はい、よかったです。来年も総じてね、総じてね、はい、言葉のチョイスがかっこいいねはい、じゃあ来年も頑張ってください。はい、ありがとうございます。はい、続きましてしおんさん、どんな1年になりましたか。はい、今年は上半期6月から12月の間で結構マーメイドル、あ、それそれそれ下半期です。下半期の間でなんかメディアに出させていただくことがとても多くなって、ちょっと今急上昇中というか伸び盛りなんで、ちょっと来年はもっとこうボンと行きたいなと思っております。ボンと行きましょう、来年行きましょう。はい、じゃあそんな相方のアミナさんは、はい、アミナは、はい、今まで海の中で生活してたんですけどいいですよ、もう大丈夫、もう大丈夫だよ今年はファンの皆さんに会えてとっても嬉しかったです。来年も頑張るぞ。おー、可愛い、可愛いな。来年の活躍もご期待してますはい、ということでバカナさん、どんな一年でしたか。いやー、私、はい、最強かなです。今年は私は本当挑戦の年で、今年からタレント業を始めさせていただきまして、もともと映像役者をしてたつもりなんですけど、もうそんな大して出てないんですけど、でもタレント業なんかこの今年いろいろなんだろう、短編映画出たり、舞台初舞台やったり、新しい番組させていただいたり、総合 MC とかもさせていただいたり、いや、私もなんか泣きそうになってきためちゃめちゃあるよね、1年っていうか、みんな苦労してるんだね、1年い
いやまあ本当今年はいろんなことに挑戦させていただいた1年でした。じゃあでもみんなより苦労してるけど結構ふさふさだからみんなも頑張ろうね。なんで急にちょっとギャグ入れようかなと思ったらちょっとしらけちゃったあー、オッケーという1年で、そうですね、来年はそのポジション私になってるかもしれないからね。イエーイ。パンチありがとうございます。ちょっとあの後でみんなにお菓子あげるんでね。ほらほら、ワイルド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 、ほらはい、ということでじゃあゆりちゃん、はい、どんな1年でしたか。私は、あ、花子トリップのゆりです。私は11月29日にアイドルデビューしたっていうのと、うん、あと高校生になったっていうので、やば若い、はい、あのこの1年がすごく、1年生1年生です。うわ金髪はダメだよ。あごめんなさい、厳しい。ごめんごめんごめん、嘘だよ嘘だよ。で、すごく時の流れが早くて、もうまるで1年が365日のようでしたね。いやまだ若いでしょ、大丈夫だよ。まだ若いか、絶対うちらの体感よりはあの長い。待って、今1年が365日のようでしたねって言ったから突っ込んでくださいよ。1年が365日、あんまり長い長いとしか思わなかった。ボケの説明さすな。ボケの説明、はいはい、上手でしたね。すいません、勉強してきます。はいはい、ということでじゃあ あやみちゃん、はい、あやめです、お願いします。今年は、初めてメイクしました。おーメイク、そんな年頃か。そうなんです、もう全然もう高校生になるまで全然興味がなくて、でこの今回のアイドルを始めるときに初めてメイクしました。おーじゃあ、初めての年ということですね。そうです、もう初めて。でも今日確かに印象違うなって思って。本当ですか。いつもレッスンとかの時に会うのが多いから。そうです。あじゃあ化粧してる姿初めて見た。いや逆に初めて見ました。そうそうです。でもやっぱこうなんか華やかさが、ありがとうございます。じゃあそんな、はい、あうちゃんどんな一年になりましたか。あうも思い返すとなんかうわわわってなりそうなんで。なんだろう、ざっくり言うと結構一人で活動することが中心になった年なんで、強くなった。あわ、ね、かるわ、わかる。私も一人になった年だから。そうだよね、ここ一人になった組。そっかそっか、3人一人になった年だから、うん、私も一人になった年で、一人になった年だもんね。強くなりましたよね、ほんと。なんかこう強くなりましたね。かあと、まあ、強くなるだけじゃなくてこうパフォーマンス力とかつけなきゃなってこう意識よりするようになったんで、ちょっとそういう面では伸び出たかなと思って、はい、頑張りたい。いいですね。なんかみんな感動的なことですよね。ゆるちゃん最後にめちゃくちゃ、そうですね、あの今年の始まりがそれこそルルちゃんと出会った東京キャンドル、あれでね、メンバー5人で決勝まで行ってすごい盛り上がって、盛り上がって盛り上がって8月以降なんで1人なんだろうって2ヶ月後ぐらいですよね。そう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 、もう決勝だわ、決勝まで行ったわ、ポンってメンバーたちが消えて今一人で頑張ってます。にゃんななです。にゃんななをよろしくお願いします。よろしくお願いします。ペズリ頑張れ、はい、頑張りましょう。1年いろいろあったということで、じゃあ最後に告知の方をしていきたいと思います。マーメイドさん告知どうぞ。はい、はい、マーメイドのクリスマスソングが先週の NHKFM ヒャダインのガルポップという番組で紹介されました。すごい。そうなんですよ、すごい。そしてそこでね、ヒャダインさんにもあだ名をつけてもらえまして、そのあだ名がなんと、なんと人を惑わす人魚でございます。はい、来年もね、ぜひね、みんなを惑わしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。じゃあのんちゃんさん告知の方、あ、すいません戻ってきたばかり。はい、じゃあ告知の方はちょっとすみません、お願いします。はい、ですね、明日渋谷でソロでオフ会をします。あと29日名古屋でソロ、ちょっとまたありそうなので、この後もう一回告知を皆さんされていきます。お待ちください。スラルルのガールズトークです。シャー、はい、それぞれ10秒告知を、のんちゃんさんどうぞ。はい、私は普段ヘルダーリンズというバンドでシャウトボーカルをしています。
いっぱいライブがあるんですけど1月の26、27に台湾ライブが決定してます。いろいろ調べてみてください。よろしくお願いします。はい、続きましてリップさんどうぞ。あ、はい、花子とリップはこんな感じです。ツイッター見てください。はい、じゃあツイッター見てくださいということで、はい、若田さんどうぞ。どうぞりじゃあ、はい、花屋さんの一人番組やってます。はい、こんまるというあ、10秒くらいで終わった、はい、12月27日には罰ゲームを決行してきます。はい、詳しくは YouTube で見てください。イエーイ。じゃあ姫野さん、はい、明日秋葉で撮影会あるよ。イエーイ。他、じゃあもう一回まだ再度告知を、アフちゃんとか、はい、ああ、じゃあ、今年ももう残り少なくなりましたが25、29、32、2回とあと4回ライブがあるので1回ぐらいは会いに来てください。よろしくお願いします。はい、じゃあアフちゃんどうぞ。いい声。はい、今年のまだ2018年もたくさんライブがあるのと、ちょっとここに今書き忘れたの気づいたんですけど、明日23日日曜日に、池袋カノープスという会場でお昼にライブがあります。明日なんで急ですけど来れる方はぜひ来てください。お待ちしてます。はい、ゆなさんどうぞ。はい、私は明日もう急なんですけど、明日イベントの人多いですね。明日は確かに、はい、明日私歌い納めなので、今年2018年歌い納めなのでぜひよかったら会いに来てください。そして年明けはもう21歳になってるので、よかったらまた新しいことしようかなと思ってます。ぜひ会いに来てくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。ありがとうございます。そして今年最後の番組を終わろうとしています。私も本当にここ半年間MC 詰めさせていただきありがとうございました。本当楽しかったです。ありがとうございました。で、もう来年からもね、楽しんでこのガールズトークショーを盛り上げていきたいと思います。じっと言いながら、次回1月12日土曜日にガールズトークショーはここワロップスタジオにてお届けするんですよ。次回は誉れあうちゃんとマーメイドのしおんさんが MC でございます。頑張ります。イエーイ。はーい、ということで以上ソラルのガールズトークショーでした。